平野紫仕様の魅惑的な世界、イラストと写真が織りなす新たなる創造。平野紫仕様、飛べ所属後も広がる平野ワールド、かつぶしに描いた絵、日常を映す写真。独特なセンスが今後にどう生かされる魅惑の世界へ誘う、平野紫仕様のセンス溢れる日常。 青い海と青い空が心地よく交差し、まるで夏の日差しがそのまま映し取られたような夕暮れの風景。そこに立つのは、ジャニーズ事務所から飛べへと新たな一歩を踏み出した平野仕様の存在だ。彼のインスタグラムは、ファンやフォロワーにとって夢と現実の狭間に位置する、魅力的な平野ワールドへの扉となっている。 驚きと歓喜、そして暖かさが交錯する投稿に、人々の視線が釘付けにされている。ある日の投稿では、彼のタブレットで描かれた人魚のイラストが登場。平野自身が、かつぶしの産物と綴ったその絵には、彼の独自の感性が息づいていた。背中に輝く月と星のタプー、鮮やかなピンク、グリーン、パープルの背景色彩。 細部へのこだわりや絶妙なグラデーションは彼の魅力的なカラーリングセンスを浮かび上がらせている。ダンスの才能や独自のトークスタイルに囲まれがちな平野潮のイメージから一歩外れ、彼の新たな一面が投稿を通じて垣間見える瞬間に多くのファンが驚愕したことだろう。かつてバラエティ番組で明かされた自宅の様子も彼の個性を色濃く反映していた。 サングラスをかけて過ごす遊び心あふれる部屋、愛らしくもユニークな、ハゲ、と名付けられた観葉植物。こうした些細な事実が、平野の仕様の人間味ふれる魅力を浮かび上がらせている。平野の仕様のセンスで切り取られる日常写真。今後の活動にどうつながる彼のインスタグラムをスクロールするたび、まるで写真を通して、彼の心が垣間見えるかのようだ。 夏の余韻をた,たえた風景写真、夕焼けに染まる山々、川のせせらぎを感じさせるモノクロの核。瞬間の美しさが平野の瞳を通して私たちの目に映し出されている。東京タワーを中心に広がる夜景、青々と生い茂る自然の中で輝く平野の写真は、彼の感性がそのまま映し出されたものだろう。 写真の中から感じる風景の魔法は、まさに彼の視点とセンスによって醸し出されたものである。独特のアングルやトーン、そして写真が伝える季節の息吹は、私たちを平野仕様の日常に引き込む魔法の鍵となっている。変わらぬお茶目な人柄も垣間見えるストーリーズでは、フォロワーとの対話が展開されている。 彼のユーモアと温かさがデジタルな画面越しにも伝わってくる。その笑顔が私たちの日常に少しばかりの明るさを運んでくれる。未来への期待と想像の可能性。イラストと写真が織りなす平野仕様の世界。そのオリジナリティあふれるセンスは今後の彼の活動にどのように反映されるのだろうか。ファンたちはその答えを心待ちにしている。 投稿された作品が、ポストカードや写真集、音楽アルバムのジャケット写真としての可能性に満ちていることは疑いようがない。彼の周囲には今、無数の注目が集まっていることだろう。風景写真から垣間見る人柄や素顔は、ファンにとって貴重な情報源であり、彼がこれからもその世界を共有し続けることを望む声が絶えない。新たなイラストや写真が、 彼のクリエイティブな活動の一部としてどのように進化していくのか、今後の展開に目が離せない。平野仕様のインスタグラムは、彼の人生の一コマを切り取るだけでなく、私たちに魔法のような感性を分け与えてくれる。無双と現実が交差するその瞬間を共に楽しんでいくことは、まさにファンとしての特権であることは間違いないだろう。 平野の想像力と感性が、これからも私たちを新たなる冒険へと誘ってくれるに違いない。